皆さんこんにちは、メイダーチャンネルの綾乃です。皆様お久しぶりです。はい、OK? はい、ということで、今日は、私今週だねの土曜日に彼氏と会います。3月に最後に会ったので約4ヶ月ぶりなんですけど、でですね、今日はですね、私実はほぼ準備が終わってます。早いでしょ。私いつもやったらもっと早く終わる人なんですけど、結構家の仕事が、家のこといろいろあって、撮影もする時間があまりなかったっていうかあれだったんですけど、今日はですね、こちらのね、じゃん、リュックの中身、持ち歩くものを今日はご紹介していきたいと思います。全然興味ないよって思うかもしれないんですけど、で実は財布も入れとくもの、財布とあと香水を入れるつもりではいるんですけども、その2つは今下に置いてあるので、それ以外のものを紹介していきたいと思います。それではやっていきましょう。動画スタート。はい、ということでやっていきたいと思います。このリュックね、どこのかわかんない、姉が貸してくれました。よく旅行じゃない、デートの時借りてます。そう、デートとかってさ、普通もっとさ可愛らしいカバンを持ってったりするんだけど、私は可愛さよりももう何、楽でめちゃくちゃ入ってみたいなの、結構そっち便利さを結構重視しちゃう人なので、もうこれがいいです。でまずクリップ、はい、もしこうやって、まあ、デートの時にやるかわかんないですけど、こうしてて熱いなってなった時にすぐにこう止めれるようにっていうことで置いてます。でスイカに、お金は入れてないのかな、わかんないですけど、はい、まずはミニバッグのここから見ていきますね。はい、まずペーパーソープ、一応お姉ちゃんが入れてるものだったんですけど、ちょっと私も借りていこうと思って入れてます。でお直し用パウダー、キャンメイクのシークレットビューティーパウダーと、私が塗り直すときにいつも使ってるこのマックのリップ、これは私がいつもしてる色、やってるメイクのカラーに結構どのカラーにも合っちゃうリップなので、マックのね548番ってやつです。で保湿リップ、はい、これはビセのやつ、これ彼氏とお揃いなの、私がプレゼントして、でこれはねめちゃくちゃ保湿力のあるリップクリームです。はい、で今使ってるのはネイチャーリパブリックの、ベリーヨーグルトっていうリップ使ってます。はい、って感じかな。で日焼け止めはザンビューレ UV のスプレーのやつ、頭にもつけれるし、体中にこう塗り直しがちょっとめんどくさいなっていう時とか、時間ないなっていう時とかにちょっとシャシャシャってしたりとか、はい。でじゃん、こちらビオレ UV アクアリッチウォーターリエッセンスです。これ普通に塗り、私は結構首が焼けてしまうから、特に首とかあとは背中とかはこれつけるんじゃないかなと思ってます。であとはスティック、はい、これはもう使い切るかな、使い切らないとなと思ってる日焼け止めで持っていくのと、あとは今回初めて買ったこちらのサンスティックです。サンスティックは他のと比べてベタベタしないし、統一にこう全面にこう綺麗に塗れる日焼け止めなので、絶対に今回も日焼けしたくないなと思って、はい、ということで皆さん、この私の今の肌の色覚えておいてください。はい、多分ちょっとは暗くなって戻ってくると思うので嫌ですね。
不安です、はい、って感じ。日焼け止めはこんな感じで、でじゃじゃーん、扇風機、ハンディファンだっけっていうんだっけ。じゃあ今回ね、新しく9点で買ったんです。知ってる人もいるかと思うんだけど、シシベ、これ読み方わかんないですけど、これを9点で買ったんですけど、皆さんぜひ、これの何 URL は YouTube の説明欄に載せておくので、ぜひ気になった方買ってほしいんですけど、そこらの飛んでね、これはね、すごいのが首にかけてこのままこうやっていけるし、折れるんですよ、こうやってスマホみたい、あ、ガラケーみたいな感じで、でこのまま立てたままかけたらこうやってそのまま涼しくできるよってできるし、でこのままね、待ってね、こうやって立てちゃうんですよ。でここにスマホ立てれるので、スマホでなんか見ながらも涼しめてちゃうっていうのと、あとはこうやってつけるじゃないですか。で4段階あるんですけど、4秒5秒ぐらいすると充電が何パーセントが出てきます、はい、と、モバイルバッテリーとしても使えます、こんな感じで、はい、ということで、これ1個でいろいろ活躍できちゃうよっていうもので、1個買ってみたんですけど、お母さんお姉ちゃんが買ってたら、また私が勧めたら買ってくれたので、買ってたので、もしも私がのデート前にこれが届いたら、これを一応借りてんですけど、それを借りようかなと思ってます。これも一緒に持ってくのもありですけど、はい、これも折れるので、これドンキかなんかで買ったやつです、はい、種類はちょっと分かんないですけど、でこちらマイナスサンド、汗もうほんまに熱でもう拭きたいっていう時、汗をしっかり拭いてすっきりさせたいっていう時に使えるやつ、お母さんがくれたので持っていこうと思います。でハンカチは、これは手を拭くタオル、汗拭きタオルです。大きめの方がいいと思うんだけどね、はい、あとは相変わらずスマホは、まあ、普段ポッケだと思うけど、私はご飯中とかだったりすると結構スマホにをこうしっかりと入れちゃう、カバンに入れちゃうタイプのスマホ、これと今撮影してる15の方も持っていきます、はい、で9点で買ったんですけど、で思いっきり UV50 プラスって書いてるんですけどの日傘を買いました、9点で。家にあるやつがもう2年以上経ってる日傘しかなくて、そういいのないかなと思った時、これ結構大きそうだ、ちょっと大きめな感じだったし、カラー的にもあんまり他のものと比べる、このシリーズの中でも一番こう日が何入ってこなさそうなカラーだったので、これ買いました。であとはこれはもし女の子の日が来ちゃったっていう時用のナプキンが入っております。で、スプーンとフォーク、ナイフ、全部セット。これね、こんな持っていく必要あると思うかもしれないけど、何があるかわからないので、そう、本当お箸とか、お箸も何本か持っていこうか迷ってるんですけど、はい、初めて私地元から一人で出るので、いろいろあるの怖くて持っていこうと思ってます、はい。でじゃーん、メイクカバーミスト今使ってるんですけど、夏でも私乾燥で結構やられちゃう、お肌がやられちゃうので、乾燥やったり汗だったりやられると防いでくれるメイクカバーミスト、仕上げ用化粧水って書いてます。これはちょっと今カバンに入れてるけど、どかす可能性もあります。その旅行先で買おうかなとかもやってます。メイクアップキープミストで、センス一応で、この中にはモバイルバッテリーと
iPhone の充電コードを2つ入れてるんですけど、私のねこのモバジュ2つがちょっと壊れかけてて、そう一応借りてきました、モバジュ2つだから4つあります。はい、って感じで、これはダイソーで買いました、ポーチ。私よくダイソーに売ってるこのグレー系のポーチ好きでよく買ってます。はい、って感じですね。ここの一番大きいところに入ってるものはこんな感じです。多いのかな、荷物。これ多いのよね、きっと。普通の下からしたら多いんじゃないと思うかもしれないんですけど、私は腸がつくほどの心配症なので、入ってないと不安なので入れておきます、いっぱいいっぱい。そうでもさ、夏ってさ汗もかくっていうのもあって、ハンカチも2枚ぐらいいるだったり、なんなら洋服とかもさ追加に入れてる、着替え用に入れてる人とかもいると思うので、多分冬より荷物多い人多いんじゃないかな、予想ですけど。でここ2番目のチャックを開けます。はこれはリップバームリップオイルのポーチ、ついてきたポーチなんですけど、ここのブランドのなんですけど、私最近咳がすっごいひどいので、あとは青肌もちょっとシミができやすかったりするので、そういういろんなサプリとかお薬を入れてます。ちゃんと何日に飲むものってメモして入ってますで、モバイ、違う、ウォークマン、一応何かあった時用の、不安な時とかラジオ聞きたい時とかはこれで聞けるので。でメモ帳とボールペン、私はもういつもこれは2つは持ち歩いてるので入れてます。で UV カットの腕のやつが入ってるのと3枚ぐらいで、これはマイバッグです。デカめなマイバッグとミニバッグ、よくコンビニ行くのでその時用のやつですね。で、あとこれだ、この中には結構いろんなのが入っちゃってるます。これでも結構紹介したことあると思う。ミニバサミ、これすごいんですよ。こんなミニなハサミ初めて見たって言われるんだけど、ちゃんとしたハサミです。そう、なんか切りたいなって言った時とかに、あとはお直しセット、修士、修士なんだっけ、とじゃん、彼氏とお揃いの可愛いなと思って買った。あとはデリケートゾーンのシート、あとは手鏡、これもあった、これは頭痛薬、頭痛薬イブと、トイレの後に消臭力、トイレ用携帯タイプ、シュッてするだけであれのやつですと、乾燥しちゃうのでハンドクリームと、くしと、絆創膏、可愛いでしょ、私絆創膏は可愛いのばっか入っちゃってます。はい、で家用の鍵、なんかお姉ちゃんのカバンの中入ってるからそのまま使っちゃってると、ちょっとケースがダサいですけど、お母さんが作ってくれたやつですけど、爪楊枝と、可愛いヘアゴムが何個か入ってると、これも彼氏とお揃いのやつです。終わりです。こ
終わりです。もうね、私本当に心配性すぎて、アクセサリー彼とのお揃いはお守りとしていつも入れてるので恥ずかしいかな、ちょっと恥ずかしいことやってると思われてるかもしれないです。ということで、リブもここに入れとこうと思います。何があるかわからないので、またお薬入れときます、入れといてます。はい、って感じかな。ここはで、そう、だからもういっぱいいっぱいなの、今回も。今回でこんなに持ち歩くつもりなかったんですよ、最初は。でも考えれば考えるほど持ってかななっていうものが増えちゃって、そう、もしいらないなと思ったらホテルで物を減らしたらいいかなと思って、でウェットティッシュと一番最初ポケットの中は、でこういうなんかもらったやつと、じゃん、これはちょっと今見たらダサく見えるかもしれないんですけど、デザインがね、お母さんが昔作ってくれたティッシュ入れなんですよ。そうだからこれを持っていきたくて持っていこうと思います。でウェッティ、ウェッティは 1,2,3,4 一応4、3枚とあと10枚入りの1個入れてる。でストックっていうのかな、はキャリーケースに入ってます、一応。はい、って感じかな。以上です、以上です。どうでした？結構入ってるでしょ。なんかこういうの入れておいた方がいいよっていうものあったら、ぜひコメントしてほしいなとは思います。と、あとは財布と香水と、あとはアクセサリーもイヤリングだけは持ってこうかなって感じです。はい、ということで今日はこれで終わりたいと思います。グッドボタン、チャンネル登録ぜひぜひお願いします。ということで、みだチャンネルのあやのでした。また見てね、バイバーイ。